はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、ノアプラチナム、ノアプロジェクトについて、ちょっとニュースというか、配信していきたいと思うんですけども、今日はですね、ノアプロジェクトについてのですね、ブログを更新されているというか、分かりやすくですね、まとめられている方がいましたので、それをちょっと見ていきたいなと思います。葵さんのブログになるんですけども、ですね、舵取りですね、を引き継いだプラチナム、は、どんな会社だっていうことで、載せておられますね。改めてですね、理解されている方は多いと思うんですが、改めてね、まとめてありましたので見ていきたいと思います。はい、会社概要ってことでですね、マイクロマネー社っていう企業はご存知ですかというふうに書いておられますね。この会社は銀行口座を持たない発展途上国の人たちに少額のローンを提供し、彼らの生活や仕事の質を向上させるマイクロクレジットを提供している会社ということです。マイクロファイナンスと呼ばれる金融業に分類され、同社は主にアジア地域を中心にサービスを展開していますと。この会社を立ち上げたのが、アントンさんですね。ノアクルーの皆さんでしたら、ご存知の、アントンさんですね。はい。そして、2017年に ICO を実施し、マイクロマネー社は、約10億円の資金調達を成功させたと。既存のマイクロクレジットサービスに仮想通貨を取り入れることに成功しましたということで、載ってますね。はい。共同創設者のダンさんとはこの過程の中でアントンさんとの出会いがあったということみたいですね。この ICO の大成功を機に多くの事業者から ICO 支援サポートの依頼が殺到し、初めは5件や10件だった相談は、次第に50件100件を超え、今では400件以上の実績を作っているということで、徐々に大きくなったということです。はい。事業ですはですね、大きく分けて4つということで、 ICO スタート、ICO の立ち上げから実行までをサポートすると、マーケットマーキングメイキング、トークン上場後の、流動性確保サポート、ICO レガルっていうんですかね、ICO におけるホーム面をサポート、リスティング、取引所へのトークン上場をサポートっていう風な、4つとなってます。プラチナム社は現在130人以上の各分野に優れたプロフェッショナルの従業員を抱えていまして、大規模なソフトウェア開発会社へと成長しましたということで、ソフトウェア製品の開発、ブロックチェーンに関わるさまざまな専門的コンサルティングサービスにおける品質性と効率性において、プラチナム社は間違いなく世界トップのを走る企業ですと、いうことですね。はい。商業圏はですね、アジア文化圏、日本、中国、韓国をはじめ、そのアジア諸国に精通しており、現在はオーストラリアや、欧米にも戦略的進出を、ということで、考えているということですね。主要メンバーっていうのはやっぱりこの代表者のアントンさんという方ですね。この方がいつもですね、コミュニティのね、で結構ですね、情報をね、配信してくれてるという風な感じになってますね。はい。すごいアクティブな方です。はい。こういう感じでですね、このブログにですね、紹介を、ね、いろんな方の紹介っていうのを、されてまして、すごい多いんですね。多くですね、の方がですね、ノアプロジェクト、に関わってるという風なことかなという風に思いますね。はい。プラチナムキューダを、エンジニアリングの強みということで、プラチナム社は数々のテクノロジー関連会社とも連携しており、効率的かつ、スケーラブル、カスタマイズサービスなどを含めたかつ、包括的なソリューションの提供が可能ということですね。ビジネスプロセスを改善し、最先端テクノロジーを活用する IT ソリューションサービスを提供していると。業界の根幹を超え、コンサルティング、戦略、そして大規模な変革をもたらすロードマップの作成、すべてのクライアント企業様へ戦略的な優位性を構築しているという感じで、ビジネスエリアがソウル、香港、バンコク、シンガポール、東京、メルボルン、
モスクワ等々というふうに書いてますね、はい、まあ、幅広くというところですね、こういう感じでですね、部署の紹介とかですね、されてますし、まあ、このねブログまとめられてる方すごいね、詳しく、分かりやすく載せておられますね、はい、まあ、こんな感じで様々な人が、関わっているということなんですけども、まあ、このブログのですね URL、を、また概要欄の方に、貼り付けておきたいと思いますので、見たい方はですねぜひねそこからですね、このブログに飛んでいただけたらなと思いますね、はい、まあ、すごく分かりやすいなと思います、はい、まあ、ノアブロックチェーンチームということでこういう感じですね、書かれてますし、まあ、銀行アプリケーション開発チームといろいろ、まあ、な方、おられます、まあ、本当の多くの魅力的で個性ある社員が必死に働いているということですね、まあ、そんな印象をこのねブログの書かれている方は受けて、印象を受けているというふうに言われてますね。プラチナム社員のですね前職っていうのがですねこういう感じでですね載ってまして、まあ大手ですよね、全てっていうか、はい、まあ、知らないところ少ないんちゃうかなっていう感じで、今見てるんですけど、まあ、大手三菱とかブリヂストンとかね、コカ・コーラ、リーバイス、はい、ウーバー、ね、いろいろありますけども、まあ、こういうところでね、働いてた経歴を求める方が、結構いるということですね。まあ、世界的に見ても大規模で 大企業で日本でも、馴染みのある会社が多いので、まあ、安心ですねっていう感じですね。社員に聞いてみたってことですね、なんでプラチナム社を選んだのかっていう理由ですねをこうやって聞かれてたり、するんですね、はい。まあ、このね、ダウロフ・アンゾールさんですかね、はそのプラチナム社では常にお互いを助け合うという文化が存在すると、分かりやすく表現すると一つの大家族にいるような感覚です。そしてこのようなお互いを助け合う精神は弊社が提供するサービス及び開発するプロダクトの質に非常に良い影響を与えていると言えます。持続可能なビジネスモデルというのは、環境面だけでなくプロダクトサービス、さらには会社の従業員の質にも、深く関係していきます。この点でプラチナム社はまさにこれらを満たす企業だと、自負していますということで、すごいね、力強いコメントかなというふうに思います。プラチナム社の主力製品は、まあ、ノアコイン、キューダオ、まあ、キューマトリックス、USDQ、UBAI ということで、この5つを挙げられてますね。その中にですね、ノアコインというのがですね、まあ、1番目って書いてるんですけども、まあ、順序は、あれどうかわからないんですけど、やっぱりこうやってね、主力製品っていうので挙げられてるってことはかなりですね、まあ、安心じゃないですけど、そのいいなというふうに印象がいいなっていうふうに思いますね。取引先企業の一部紹介ということで、まあ、全日空とかもですね、取引先としてあるということで、他の会社をちょっと調べてみないとね、ミンドルとか聞いたことありますけど、いろいろね書いてます、はい。まあその調べてみるとね、大きい企業かなというふうに思います、はい。まあ、こういう感じでですね書いてまして、まあ、これほどオープンで真面目な企業は珍しいということで書かれてます。私は一部の社員とは直接メールなどのやり取りを経験していますが、うさぎに角いい意味でも悪い意味でもみんなまっすぐですと、はい、書いてます。まあ、時にはいろいろね感情が出ることもあるような感じでですね、まあ、それほど彼らは真面目なんだってことをね言われてますね。僕が結構ねポイントだなと思うのは、まあ、そういうね会社の、まあ、色っていうのもありますし、まあ、そういった会社がですね、ノアコインを、まあ、ね、その主要製品としてやられてるってことがすごいねいいなと思います。自分もですねノアコイン、持ってますので、今後ですね、本当にね、まあ、良くなってほしいなというふうに、思っております。まあ、そんなですねプラチナムエンジニアリングの目標がですね2022年、あと2年後ですかねに計画を立てている IPO ですね、
株式上場、これがですね実現すればですね、ノアプロジェクトに与える影響は、絶大だということに、ことで、まあ、2年後3年後あたり、までこの先本当ね、なんていうんですかね、他のね、F シェアーズとかも紹介してるんですけども、それもそうですけど、もう 2年後3年後っていうのがですね、かなりね、動き出てくるんじゃないかなっていうふうに感じてるんですね。はい、まあ、2020年から10年先ね、を見た時に、まあ、いろんな方がですね、やはり、このね、業界というか、この市場っていうのはですね拡大するというふうなことを言われてますんで、まあね、まあ、その良くなるっていうふうな方がまあ多すぎるというかですね、意見が多いんで、まあ、そうなるだろうと僕は思ってます。はい、なんで今よりですね全然ですね、市場大きくなっていくと思いますし、まあ、流動性もそうですし、はい、技術もですね高くなっていくと思います。はい、まあ、ノアコインの価格は CMC の時価総額トップ20も、現実味を帯びるのではないかっていうふうにね、書かれてますね。はい、まあ、最後にプラチナムキューダをエンジニアリングが運営を引き継いでくれて本当に羨ましい限りですねと。しかしプロジェクトの成功にはプラチナム社の追力だけでは足りませんと。我々コミュニティの支援は欠かせないわけです。ノアを保有した時点で運命共同体です。何でも任せるのではなく良い方向へ向かって一緒になって歩み一緒に成功しましょうということで、この方もですね本当にね前向きにね、のは応援してるんだなっていうふうに、思いますね。はい、僕もですね、まあ、のは応援してますので、ね、今後、ね、みんなにとって良くなっていくことを、望んでおります。はい、またいろんなね、バーチャル的なねこととかもですね進んでおりますのでね、今後に期待したいなというふうに思います。はい、それでは、動画の方は以上となります。まあ、今後、またニュースの方を配信していきたいと思いますので、ぜひ、よかったらですね登録の方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。